ちは。こんにちは。こんにちは。久しぶりに見た花ちゃん。こんにちは。こんにちは。あ、さっき映画終わって得点が花ちゃんだったって。ありがとう、見てくれて。今日はね、お話し会です。お話し会の今2部が終わったところで、次は3部です。イエーイ。昨日映画見に行ってきた。お、お話し会終わってこれから映画見に行くって。夜映画見る？内巻きかわいいね。なな、映画も見ましたか？まだ見てない？見た？はなちゃんのカード当たって嬉しいって。今から映画見に行くよって。なんかニコニコじゃん、かわいい。応援上映最高だった。お、明日ね、応援上映あるんだよね、また。明日応援上映行く？ 4DX すごかった。あと5回ぐらい見る？めっちゃ見る。やめてくれる。あ、花ちゃん今日当たった。これから 4DX 見るよーんって。今日2回目見に行く。映画見てよーんって。ずっとニコニコして可愛かった。ありがとう。明日 4DX スクリーン見まーすって。久々に映画で2回見た。映画見たーって。インタビュー面白かった。でも帰りに 4DX スクリーンで見る。明日応援上行くよ。お話から立ってよ。ありがとう。ストレートかいった。応援上映楽しかった。女をされてる時の顔可愛かった。明日応援上映にて3回目見ます。めっちゃ見てくれる。時にはーちゃんだ。自分の住んでる県上映されてなくて泣いてる。映画館遠征するか。映画館遠征。昨日1回目を見てよ。自分が住んでる県ではやってないから隣の県で見てよ。あ、映画館遠征してる。応援上映盛り上がってた。応援上映さ、盛り上がってたならよかったよ。みんな映画館だとさ、ちょっと控えめになっちゃったりするのかなって思って、ね、誰かがね、積極的に声出してくれる人がねいたらね、盛り上がるんじゃない？みんな盛り上げようぜ。マジック早く見たいって。ジャレットかわいい。お演者行きたいけど行けないって。あ、対面の後見に行った。ライブビューイング見た。盛り上げよう。先週の池袋大盛り上がりです。おー、すごい。しかも明日全国でやるんですよね、日曜日ね。3匹はイコラ映画の前のホラー予告しんどかった。あー、ホラー目をつぶろう。こんにちは。こんにちは。映画自分の県でやってなくて学校帰りに出して電車乗って、あー、電車乗って行ったって。なんて可愛いんでしょうか。静止の時間だった。いいわね。いいわね。素敵だわ。パステルカラーの組み合わせがすごい似合う。花ちゃんとパステルカラーの組み合わせがすごく似合う。なんで。なんでとか言って。初 4DX 酔うかと思った。本当。顔ピンクで可愛い。顔ピンクかも。それってかわいい。ローソンのミコラブくじ、うちの近くない。あ、じゃあローソン遠征もしないと。ローソン遠征。この後ろ姿は俺じゃないかって場面があったので、また見に行って確認しないと。俺かもしれないな。あれ、明日声出し OK の上映やん。全国的に声出し OK ってこと。こんにちは。
映画の中のはなちゃん、常にニコニコで癒された。ニコニコしてましたねニコニコしてニコニコしてましたよ。こんなに自分は笑ってるんかって思いましたこんにちは、彼女に布教するために一緒に見に行くよ。ありがとう、めちゃ可愛い可愛い。そうなんです、インタビュー、そう実は私も見に行きましたよ。映画見に行きました。インタビューめっちゃ使われてて嬉しい。そうなんですよ、めっちゃ使われてましたよね、ありがたいことに。めっちゃ使われてた。家から10秒でローソンあるのにやらないだって。あ、やらない店舗もあるんだ、なるほどね。近くの映画館やってないので4時間運転して映画館に行きます。頑張れ、4時間の運転、ゆるスウェットいいね、ゆるスウェットです。こんにちは、昨日鼻カラーでネイルしたの、今度見て、見るね。私も変えた、白、ここだけオーロラです。白、この配信で、あ、この方あの時映画一緒だったんだってなるの気まずいおもろい、関花ちゃんも可愛かったね、ありがとう。遠征、あ、近所のローソンあるって。お昼食べた？お昼食べたよ。なんか美味しかった。すき焼き弁当みたいな。なんかすき焼きなのにお肉がトロントロンでびっくりした。ドゥルーン。なんか白くなった？ライトがね照らされてるから白いんだよ。新しい発見がある？ガチ顔が好きです、ありがとう一緒に見に行きたい。あ、全国の決まったところで声出し OK 上映ですわよって、なんか盛り上げに行きたいよね、みんな声出してるって。でも声出し上映の前にあの特別映像みたいなのが流れるはずなので、それにのっとってみんなが声出してくれたらきっと声出せるはずだから、みんな頑張って声出してくださいね。こんにちは、こんにちは。イコラブ知らない友達と一緒に知ったけど、花ちゃんにしか目がいかないって、ありがとうございます。バレずに行けた？映画多分行けたと思うねね多分バレてないよ。最近イコラブ見始めて花ちゃん推しになりました、ありがとう。会社の同期に布教したら見事にイコラブハマって映画一人で見に行くらしい。すごい、布教活動成功、おめでとう。いいよね、映画ってね気軽に見れるからいいですよね。皆さんもぜひ周りのご友人ご家族などなどに布教してみてくださいな。高校の友達が気になってるらしいから布教させる。誰と行ったの？一人で行ったよ明日 4DX 見に行く。あ、最前で揺られてくる。インタビューのところ本当に笑った、笑ってくれてありがとう。恥ずかしかった自分のインタビュー。でも全部なんか、全部じゃない、なんかみんながこのなんかこのシーンの時こうだったんだみたいな話をなんかちょっとだけ聞いてたりしたから、それ思い出してなんか面白かった
り中のお洋服可愛かったね。可愛いよね、みんな可愛い。私はね、耳にね大きいお花のイヤーリング、イヤーガフみたいな大きいお花がねついてるんですよ。髪の毛がシンプルなのでアクセサリーはつけないで、お耳に大きなお花がついてるのがポイントです。見てね。映画でヘアメイクさん堂々と言って面白かった。ヘア、そう、ヘアメイクさんとか衣装さんとかが見に、映画見に行ってくれたんですけど、そのヘアさんで何々さんめちゃめちゃ映ってたって言ってました。こんにちは。今ちょうど休憩で、お、お疲れドフトロン。ニル書いてる、そう書いた、周年前にもう一回変えようかなって思ってます。シンプル。周年の時はもうちょっとなんか華やかなキラキラってしたのにしようかなって。今はシンプルに、でもあんまやったことない白っぽいのにしてみました。初日舞台挨拶ライブビューイングで見て、このあと映画3回目見ます。お、あなちゃんのインタビュー可愛かった、すごい、いっぱい見てくれてる。今から家族で焼き、焼きそば、なんだろう、なんだろう、何、何かを食べ、焼く何かを食べてくるらしい。なんだろう。すき焼き、ライトが照らされてるよ。ハンバーグ食べてきた。こんにちは。映画館の大きなスクリーンで見てたら本当に武道館にいるみたいで最高に良かったです。すごかった、すごかった、本当。応援上映来ないの、ね、行っちゃおうかな。ママが花ちゃんに一目惚れしてますね。ママありがとう。それかスマホケースの裏に挟んでる。ママ、ママかわいい。さっきマネージャーさんが、マネージャーさんから LINE が送られてきて、多分今日映画見に行ってるっぽくて、花ちゃんのカードが出たって言って写真送ってくれたんですけど、自撮りの写真を、かわいかった。初めてショールーム来たけど、おばあさんかわいい。はじめまして。そうそう、花ちゃんって練習ができる。そう、応援上映の前もコール&レスポンスの練習を私たちの組はさせてもらってます。花ちゃん、リサちゃん、キアラちゃん、ミニ君、応援上映まだ数席しか回ってなくてきません。誰か誰か誰か言って、誰か言って。今 4DXスクリーンで見てきて、おう、モディエックススクリーン、イコラブの映画は端で見ました、端っこで。こんにちは。かなちゃんの対面の服、かわいい系とかっこいい系どっち着ていくか悩んでるんだけど、どっちがいいかな、悩んでる。かわいい系とかっこいい系悩んでる。え、難しいね。難しい。私も悩むよね。なんだろう。難しい選択を迫られてる。じゃあ、どっちだろう。じゃあって、じゃあって言ってからも決められなかった。かっこいい系かな。
かっこいい系をリクエストします。特典のステッカー欲しい。あれ私入ってないかな、カバンの中に出してないはず。あ、ごめん、人いなくなって。ここにね、入れっぱなしのはず。あった。あ、すごい、顔面真っ白。もらいました。でででーん、かいかいかい。これってステッカーなの？え、これってステッカーなの？カード？え、ステッカー？カード。フフフフ。 4DX 揺れすぎてカフェラテ顔にかかったって、かわいそう。映画見て花ちゃんのこともっと好きになった。ありがとう。特典は内緒、ツイッターに載せます。とイコラブ布教中のお友達と映画行ったら花ちゃんの笑顔がかわいかったってずっと言ってたよ。ありがとう。明日見に行くよ。仕事に戻るよ。行ってらっしゃい。7。いいな。みんな友達などなどと見に行かれてる、一人で見てる方もいる、家族で見てる方もいろいろだね。花込み1周年おめでとう。あ、ありがとうございます。花込みがなんと1周年を迎えました。これからも頑張ります。たくさん書きたいと思います。イエイ。インタビューで話す内容を考えているとき、いつもの大花ちゃんでニコニコでした。へにゃへにゃしてましたね。自分で見るとね、もっとしっかりせいって思いますよ。自分の喋ってる姿を見ると、もっとちゃんと喋れんのかって言いたくなりました。あの、心で言ってました。ブブカのインタビューよかった。あ、ブブカもミナのね、インタビューがね出るんですよ。指パッチンなる？指パッチンはカスカスです。映画早く見たくなっていようって、いつまでやってるんだろう。6周年初めての単独なので、めちゃくちゃ楽しみ。楽しみだね。ドゥーンドゥーンドゥーン。こたつからサンタクロースに帰るところでリラックスした表情を見れるのは超お得だと思う。ありがとうございます。長袖着てる花ちゃん可愛すぎて。長袖。長袖だよ。この後映画見ていきます。みんな今日見る方も多いみたい。ライブ映像のとこ鳥肌立った。ライブ映像何が印象的でしたか？今日長袖の方がいいかな。映画館暑いかな。どうなんだろう。寒いかな。なんか寒いんだか暑いんだかよく分かんないですよね最近。朝寒いけど昼間暑い、全然秋にならない。なんかすごい夏。あ、すごい、誰かが何かを言っている。映画見たいけど号泣しそうやから、知り合いと淡い日に行きたい。じゃあお休みの日を使って見に行ってね。出かけるつもりだったので通知来て、家の玄関で座って配信見てます。お出かけ、お出
けのストップストップをかけている。うちのママも花ちゃん可愛いって言っててよ。ママありがとうママ人気を獲得していくやっぱね、親しみやすさ親しみやすさ、ニコラムの親しみやすさマンということで。あ、映画客席も結構落ちててびっくりやった。どうなんでしょうね、結構落ちてましたよね客席ね。花ちゃんが可愛いので今日もしみいい日だなとしみじみ。今日もいい日やな、いい日やな。最寄りまで片道2時間半だし、1日1上演だから時間が合わないよー、泣いてる、時間合わないよって。なんね、早い時間とか遅い時間とかがね多いからね、ちょうどいい時間なかなかなかったりするよね映画って、うん、ど真ん中で見て泣いちゃったって。ど真ん中、ど真ん中いいよね。なになに、もうオレンジの服なくなっちゃった、新しいの買う、なになになに、オレンジの服なくなっちゃった、なになに、なに、オレンジの服、オレンジの服新しいの買う、オレンジ、なになにわかんない理解できてなかった。もしかしてあの時隣に座ってた人が花ちゃんだったかもしれないってこと。花ちゃんだったかもしれないよ。ドゥルーン、花ちゃんが対面で着てたレディアゼルのワンピース、私も買ってて嬉しかった。もうおそろい、めっちゃ試着して買いました、レディアゼルですごいいっぱい試着する人になってこれだって思って買いました。大人っぽい感じのにしてみた。あ、ステッカー、ステッカーだよーって、ステッカーなんだ、貼れるんだ、え、ほんとに。でもシールっぽいって言われたらシールっぽい、かわいい、ジャンキーズ、ジャンキーズです。ジョーンジョーンジョーンのところ、あたし、私発光してる、髪の毛が黄色くて昼休憩に花ちゃん見れて午後も頑張れる、ファイト、ファイトだよ。こんにちは、こんにちは。友達作るところから始めなきゃ、友達を作ろう友達を作るにはどうすればいいんですか。友達、ドゥルン、だっていつもへにゃへにゃやん、田舎すぎてブーブーかまだ届かんけど楽しみ待ってる。ブーブーか、ブーブーかと、あともうすぐあれトップエルネオが発売になる、あと3日2日後ぐらいにソロでの掲載していただいてます。ぜひチェックしてね。ラブロケのね衣装を着て写ってるんですけど、そうレアです
と、目覚ましライブ広島の日まで頑張って生きるね、目覚ましライブ当たったよってこうね、何人かお話し会とかでも報告してくれたりして嬉しいです。はなちゃんの LINE スタンプよく使うよって、ありがとう。この間ツイッターでも、今のところはなちゃんのこの紙のスタンプが一番使ってるなみたいなっていうツイートを見かけて嬉しかったですやったーでしょ、紙使うでしょみんなって。私紙スタンプめっちゃ使ってって、あの別の LINE スタンプで、でイコラブの LINE スタンプができますってなった時に、あの好きなの作っていいですよって、なんか3個まで候補出せたから紙を候補に書いたんですけど、そしたら紙枠をゲットしました。紙こんにちは、初めてはなちゃんルームに来ました、こんにちは。その服僕も買いたいです。ギャップギャップでめっちゃ素早く買ったギャップ今日小学生みたいな格好してるもんと、25日 ZOZO マリン行ってました、ありがとうございます。 ZOZO マリンロッテめっちゃ楽しかったです、めっちゃ楽しかった。なんで楽しかったかっていうと、あのズーちゃんが本当に可愛かったもうズーちゃんマジマジで本当に本当に可愛かったズーちゃんすごいです、可愛すぎてあ、右に映ってるのコンデンさん、まあコンデンサマイクかと思ったら椅子だった、椅子です、私も座ってる椅子です、椅子です、よいしょ、かわいい、髪型かわいい、ありがとう。はじめまして、こんにちは、こんにちは。うちのママもはなちゃんの声が好きって言ってました、ありがとう。うちのママも布教するか、私のママもはなちゃんのことは好きになりかけてるよ、ありがとう黒髪も可愛いってみんな言ってるよ、ありがとうはなはな見てると本当に幸せになる、はな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 だよとちょちょん、はな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 、はなちゃんだ、はなちゃんでよーん。対面の時、リサのレーンからはなちゃんが見えて笑顔が輝いてました。次会ったら行くね、待ってるね私もはなちゃんがレディアセル好きって言ってたから初挑戦して恐る、買ったものが恐るなって嬉しい。あ、なんと初挑戦同じだね。ステッカーでもニコニコで可愛い、確かに口開いてる口大きく開いてる。友達がヒロインズの MV インスタで流れてきて見てたらしくて、金髪の子は可愛かったって言ってた、ありがとう。今から映画見てくるね、いってらっしゃい。ステッカー iPhone に挟みたいけど大きかった、確かにちょっと大きいかも。あれ意外と入るかも、私の iPhone、え、入んないかな、あーちょっと大きいか、このレンズのところに当たっちゃうね。はなちゃん周年の6曲目だけ教えてほしいな、あの曲だよ、秘密だよこの後昼寝する予定だからきっと夢にはなちゃん出てくる、昼寝に登場しちゃうぜ。対面でお話しした後、病院の試験で緊張、頑張れ。友達の作り方
方知りたいです。友達の作り方教えて。シリ、友達の作り方教えて。友達、新しく売ってきた友達は今のところいません。友達募集中でも自分があまり友達めっちゃ欲しいかって言ったら、別に普通に生きていけてるので、どっちでもいいっていうどっちでもいい新しい友達、新しい友達も欲しいけど、みんな友達になりますか友達になりますと、ドゥドゥルン、ドゥルルルルン神、神イコラブ、あまり知らない友達と映画に行ったらハマってくれました。お、一番可愛いと言ってた。ありがとう。仲良しのスタンプは誰のアイディア？え、仲良しのスタンプは誰のアイディアなんですかね。スタッフさんかな仲良しイコラブだけね、全員のね、全員のあるんだね。あ、ズーちゃん、ズーちゃんの話になってきた。コメント欄がズーちゃんほんと可愛かった。ズーちゃんに嫉妬、ズーちゃんによってって笑顔の写真に花丸ぶっ刺さりました。ズーちゃん大人気。ズーちゃんなんであんな可愛いんだろう。ほんと可愛かった。弟マー君っていうキャラの弟なんだって。で、リンちゃん、女の子のキャラ、リンちゃんもいたんですけど、その3人の関係性をズーちゃんに聞いたんですよ、始まる前に。で、マー君とどういう関係なのみたいな。で、私たちがなんかお父さんみたいな聞いたら、こうやって違う違うってやってて、あ、じゃあ弟兄弟お兄ちゃんみたいな。そしたら見て、お母さんみたいなってくれて、でりんちゃんとの関係性で、お母さんじゃないじゃんって、なんか、え、彼女みたいな。彼女って聞いたら、え、なんか困惑してた。え、違う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 みたいな。かわいい。え、じゃあ好きな人みたいな。え、違う違うみたいな。で、そしたら指でこうやってこうやって文字書いてくれて、こうやってね、あ、友達みたいな指でこうやって友達ってね書いてくれて、あ、友達かーみたいな。そうそうそうみたいな。ほんと可愛かった。友達なんだね、めちゃめちゃ可愛いでもなんか動き方がなんかはーみたいな、はーみたいな感じで、なんか待て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 みたいな感じで、すごい可愛かったです。癒されました。また会いたいです。また会えるかな。会いたいな。ズーちゃんに会いたいです。と、トゥトゥルトゥトゥトゥン。だからそっちの花ちゃん。出ました。お、名前出しサイン会全落ちしたから今見れてハッピー。あ、イエイ。サイン会この間の受付で外れたみたいな、外れた
釣れたっていうツイートを見かけて、みんなが当たった方がちゃんと支払ってくれてたらもしかしたら、もしかしたら、もしかしたら完売かも、わかんないけどありがとうございます、申し込んでくださって。こんにちは、6周年2日間行きます。お、初生花ちゃん楽しみです、嬉しい。花ちゃんの影響でポテポテしてる鳥さんキャラ好きになった。なんかさ、くちばしがさ、こっち、くちばしね、こうやって手当てて、なんかクククククみたいな笑い方してるのが本当に可愛かった。なんかいたずらが好きなんだってずーちゃんは。なんかおてんばで可愛かったです。た友達になりたい。お友達になってくれるんですか。お友達になってくれるんですか。お友達。あと10分くらいで始まる。あ、あ、ショールームしてるよ。声がしたから。あ、来た。モロちゃんだ。声がしてみたらハンちゃんがショールームやってたから。めっちゃ可愛い。え、なにこの部屋、熱い。めっちゃ熱くない？止めてるからこもってんのかも。ギャル。あいてててて。あいてててて。可愛い。え、なにこれ？なに？え、なんか光ってる。光ってる。光ってる。光り輝いてる。光り輝いてる。めっちゃいい匂いする。向こうみたいな。いい香り。かなちゃんもいい匂いする。にぇー。あ、見てる。絡まっちゃう。絡まっちゃう。ステッカー髪染めたんだよ。かわいい。すごい、めっちゃ紫に見える。ここ初出しだわ。すごい、光に当たると超紫。そうだよ。めっちゃかわいい。ちょっと寝てた。寝てた。うん。なにそれ。溜めまくり、溜めまくり。あ、すごい、肩もみしてくれてる。花もろ、花もろだって初めてやれた。花もろ珍しい。花もろ、なんか私今日さ平成のギャルっぽくない、ね、平成ギャル。私今日小学生みたいな格好小学生どう、小学生ね。これでプリクラ撮りたいね。ギャル橋、ギャル橋。何色？なんだろうね。紫、赤紫。赤紫、あ、あの紫玉ねぎです。やばい、もう寝てたからマジで 寝てましたって顔してる。妹かなって話。わいわい。ちび。急にちび。平成ズ。ケツも出る。見て、やばい、私の顔が白。白だよ。顔白くなったって。うん、コメント来て。白いでしょ。あ、確かに。映画のいじられっぽい。イエーイ。つんまる。すんまる。てれーん。弟ね。弟。確かに今日弟の格好してる。小学生男子みたいな格好。え、さっきと違うよね、服。うん、変えた。だよね。弟よね。小4と高1。うん。なんだろうね、うちら。うちらのコンビ名、その花、その花、花、その花じゃない、う
私が変な名前つけてるなんて浸透しない変な名前なんて何がいいかな。え、なんでって、はい、もう何のゆかりもない、何のあの、うん、え、どっから来たの、うん、みたいなにしよう。そしたら、え、何がいいかな、何がいい、どうなったらそれになるのみたいな。え、なんだろう、やっぱ間抜けなさ、音楽つけられてたから最後で、うん、間抜け、ほらちゃんまたネットニュースになるよ。はなちゃんはなんだっけ、スケベスケベスケベと間抜けみたいな、やだ、うん、もろ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 、やだマネケーズ、やだマネケーズ、もろもろろもろ、はなちゃん要素なくなるもろもろば、あ、でもいいかも、もろば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 どうも、もろばです、もろばです、もろばもろば乗馬みたい、もろば人参、ペンライトの色、あ、確かに、うちら人参です、人参、人参です、葉っぱ、実、人参、人参の実、うん、なんかさ、初めて見た人、花ちゃんがさ、うん、ちょっと黄色系、オレンジ系がペンライトのカラーってのは分かるけどさ、サナを初めて見た人ってさ、うん、あんま緑って分かんない、分かる、何色に見ますか、紫っぽい、これで今撮られてるじゃん絶対これ撮られてるさ、え、なんだ、私何色だと思います、え、じゃあもう、皆さん記憶を消してください、花ちゃんも消して、いくよパッて開けて、いくよ、サナツの方、オラガサナです。メンバーカラーは何色でしょう。紫だよ私はこれ緑色でも紫って言ってた、言ってるよ、水色、あ、水色、あ、めっちゃ多いね、水色、あ、全部寒色系、うん、紫、白、薄い紫、いや、緑はないです、さすがに緑っぽくないでしょ。なんで自分緑にしたんだか全然覚えてないもん。なんでなんだろう、いなかったからうん、だから欅さんが好きだったっていうのもある。あ、なるほどね、水色っぽい、水色ね、青、え、なんだろう、そう、スベルミナルのやつはオレンジ、オレンジだったね、肌色、そう、肌色から、はなちゃんのお花カラーみたいな感じ。そう、お花も私も肌色、肌色、なんかハゲてない、シースルー、ね、はなちゃんなんか書いてないよね、書いてないよ、ちょっとテイストに似てないね、かわいい、うん、かわいい、はなちゃんの好きな面から好きな色、うん、なんかぽいからオレンジにした気がする、なんか、ぽい、ぽくない？皆さん知ってますか？私たち今椅子に座ってると思いますかね？座ってません。立て椅子で立て椅子でお届けしてます。私は正座でも正座でもお届けしてます。あんまコメント見えない。見えない。何の話してたの？なんだっけ？忘れた。いつもショールーム知ってる？たまに。うん、久しぶりにしたかも、ショールーム。あ、ごめん、暗くなった。え、それなんで？省エネってこと？かな？長くやるとなるよね。うん。僕クリのマフラーオレンジだった。オレンジだった。オレンジ。サナは緑だったよね。あれも人によって違うんか。でもまあまあメンカラじゃない、ね、うん、結構ちょっと違う人がいいのか、あ、そうなんだ、わかんない、遠近法遠近法よいよいよいよでるー、何時
さ上57分あれ何時から？2時だ。2時半から。あ全然まだじゃん。あと30分びっくりしちゃった。2時からだと思った。え、はなちゃんまつげ長い。やったすごい、めっちゃ長い。サナより長いよ今。エッセの下地を、うん、あの梅下さんに可愛いよ、あっといてメイクさんつけてもらったら、うん、え、めっちゃすごいって思って。有名だよエッセイみたいな。めっちゃ久しぶりにエッセのマスカラ下地使ったら、うん、すごかった。本当めっちゃあれこれにしやすい。タバカにしやすい。下まつげも長いね。そうなの。私ないの、深いの。確かにないっしょ、うん、抜いてるから。なんでだって抜いてる。何癖癖で。エクステつけてた時はエクステをむしりたくなって、うんうん、取ってたのがなくなっちゃったから、うん、今は眉毛と下まつげを抜いてる。え、眉毛も自分の指で、うん、指で取るの。いや、痛知ってる。指は痛いでしょ。知ってます。よく取れるね。なんかこうやって丸めて、ね、うん、グンって痛くない。あ、私今日眉毛描いてないんだ。え、眉マスカラしか塗ってないんだ。あ、じゃあ大丈夫だよ。見えてないでしょ。見えてない。描かないぐらいがちょうどいいかも。金髪だから。確かにね、金髪だから。うん、眉毛抜く。ね、暇だよ。暇だね。みんな何してんの？みんな静かだね今日。寝てんじゃない？寝てんのか。ね、お弁当のすき焼きさ、めっちゃ美味しくなかった？うん、食べた？え、胃もたれした。あえ、なんかすき焼きじゃなかった？なんかさ、焼肉だったよね。なんかさ、ドロンドロンだったよね。びっくりした。本当に焼肉だったよね。すき焼きじゃない？これすき焼きと焼肉があって、すき焼きをさらに取ったんだよね。全然すき焼きじゃなかった。ねねね、スポンジ落ちてるのわざと。かわいいお花のスポンジが。ポロリン。お花。落ちてます。落ちてる。遊ぼう、みんなで。イエーイ。何して遊ぶ？何して遊ぶの？暇ないよ。何して遊ぶ？何て言った？あ、暗くない。何して遊ぶ？わあ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 、うん、しりとり。いいよしりとり。リストラリストラ。ラランドセル。ルルビー。いいもけんぴ。ピアニスト。とトウモロコシ。仕事。とトムとジェリー。リストラパート2。リチギ銀行。ウルトラソウル。ソウルラルソウルル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 マンド。まあいいよ。どどどどどら焼き。ききキリマンジャロ。ロロロ路地裏。路地裏。ら落花生。インチキインチキ
キムチ。キムチ。チ。チ。チリトリ。チリトリ。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 リサ。サリリ。帰ってきた。リ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 カ。カ。カ。カジ。カジ。ジ。ジ。ジンボウ。噂さ、さ、さな、なつみ、なつみ、み、み、みすず、じゃあ名前しりとりしよう、名前しりとり、ずね、じゃあず、ず、ずみ、ずみ、み、みゆき、き、き、きくち、きくち、ち、ちあき、き、キダキダダ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 イゴゴゴゴゴゴトウおうううううウズキウズキ思い切ったカラジェンヌキまたキキ好きねキリタニキリタニニニシムラララムズイラムズイララ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 イライライラララ下の名前だラライガライガガ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 いそうなやつでもいいよいそうな人頑丈頑丈さん頑丈さん頑丈ううううちだうちだだだ濁点あるとむずいだだだだだダイヤあダイヤダイヤさんやーややしろやしろろろろろろろわろわさんどっちロアさん下の名前下のロアさんロアさんあああ芦田さん芦田芦田だだ多いだとと私だ好きかもしれない半分の単位なりがちだだだだって何だダニエルダニエルダニエルルルルルルイルイイイ井上さんええ江本さん江本さん江本と富田さんたたたたたたた下の前でもいいんだよね、うん、タイガタイガ言ったっけタイガっていやわかんないもう何言ったか分かんないもう言ってねタイガタイガさんがあとガガわかんない私なんかだだてんてん好きかもしれないガとガが多いガガいるよ芸能人さんに芸能人さんいるガガいるよ誰え花ちゃん
なきゃいけないよ。が？はなちゃんは答えなきゃいけないでしょ。出てるじゃん、あの映画に。あの映画に出てる人だよ。誰？あの映画が？うん、あの映画に出てて。どの映画？はなちゃんって言ったら？はなちゃんって言ったら何ですか？え、何ですか？もう10月も私たちそこに行きますよね。え、どこに？10月も立ちますよ、そこに。ガに？え、何？はなちゃん、はなちゃん、もう大好きなとこだし、うん、私もずっと立ちたかったステージ立つよね。うん、そあれ、なんか誰が立るから、そこのステージは何て言いますか？そこは1回戦？違う。ね、画から離れて、一回画から離れて。はい、どこに立ちますか、10月、うちらは。埼玉スーパーユニバー。はい、埼玉ですよね。はい、埼玉って言ったらあの人。埼玉って言ったらあの人。あの人が出てたでしょ？え？誰？ね、みんな分かってるよ。分かってる？もうみんな分かってるよ。ほら、分かってる、分かってる、分かってる。なんで分かるの？埼玉って言ったらあの映画でしょ？何の映画ですか？ガクト！そうそうそう。そうだよ。と。やばい。と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 だ。と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 だ。だ。だ。惜しいやろ。だ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 。ゴロゴロしてきた。だ、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 だんまるさん。誰？だんまるさん。だんまるさん。だんまる。めっちゃコンタクトゴロゴロ。る、る、うん、る。る。る言ったからな。ルルルルルイルイルイナ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 ちゃんルイナちゃんなな、ナスさんナスス、スみんなもしりとりしてくれてた。すあ、すだすだまただじゃまただだよだだダンバラさん。おー、すごいラ思い浮かんだラわらもむずいんだよな。確かに、ララララララス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 、ラスイさん。ダメ。ラスイさん。ラスイさん。ラスイさん。い。い。石川さん。おお、すごい。わ。わ。和田さん。わかった、和久井さん、和久井さん。和久井さん。いいだ。い。い。い。泉さん。み。み、み、み、道永さん。道永、あ、ごめんね、噛んだよ。私、好きだよ、てんてん。てんてん大好き。が、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 じゃあ、がくさんで。あ、じゃあ、く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 。く、く、くじさん。くじさん。じ、じ、じ、じんぼうさん。う、う、うすいさん。うすいさん。い、い、みょうじ多いな、私。いのがしらさん。いのがしら、ら、らーらーらラララ
ラネさん。ラネさん。初めて発酵すぎてお化けみたいになるんだけど。ね。ね。ね。根本さん。と。ん？とか。と。トルシエさん。スタッフさん。いや、スタッフさんだな。トルシエさん。トルシエさん。え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 りこ。こ。えりこ。こ。こ。小島さん。小島。ま。ま。まるこ。こ。こ。攻め。こ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 ま。こま。こま。こま、こま、こまじまさん、こまじまさん、まして、ね、まあ、ま、確かに、ましてる、こまじまさん、ま、まだまだ確かに、ま、まゆ、まゆずみさん、みおち、み、み、みちこ、みちこ、こ、こ、小林さん。し白石さん、白石、し、しんどうさん、海川さん。西島さん、ま、まとまだ、まに、まにやってる、ま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 かぜさん、まかぜさん、だから人あぽいね、ちょっとやっぱり、ぜ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 にがたさん、ぜにがた、ぜにがた、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 たのさん、たのさん、の、のぶ、のぶさん、のぶ、のぶひろ、のぶひろ、のぶひろ、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 ろってなんだ、ろ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 んじょうさん、ろ、ろう、ロウ、ロウのさん、あー、あー、ローランドさん、ロナルド、ロナルド、ロナルドにしよう、ロベルト、ロベルト、六角、あ、六角さん、ロミオ、あ、ロミオ、で、ロミオね、ロミオ、お、おとしまさん、またまだ、おとしまさん、ま、またまや、ま、マリオさん、おー、おじまさん、まぜめ、まぜめすぎる、ま、ま、マスヤマさん、ま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 、松島さん、松島、ま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 い、まいさん、まいかわ、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 渡辺さん、渡辺、べ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 、そうやって、べんじゃらすさん、なんて、べんじゃらす、べんじゃらすさん、べんじゃらすさん、す、
す、すい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 、すり、すさ、すじ、すじ、すじいりさん、すじいりさん、誰、すじいりさん、り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 んじょうさん、りんじょうさん、う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 、じしまさん、じしまさん、ま、ま、まいかさん、まいか、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 かり、かりなさん、かりな、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 内藤さん、う、う、またう？う多い、う、う、うり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 、う、うさ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 花さん、うさ花さん、な、な、な、並木さん、き、き、き、北島、北島さん、北島わざとじゃないんだよ本当にわざとじゃないんだけど気づいたら前に、気づいたら前になってる、見て見て、お化け、お化け、お化け、見て見て、あるちゃん見て、私お化けみたいになってる真っ白や、真っ白、まあ怖ない、まあ、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 お化け怖っほら、あ、いるって絶対本校にいるって、あ、あ、真っ白、お化けだ、もうちょっと白飛びしないと、こう、こう、真っ白さん、真っ白さんあ、こうだ、こうだ、こうだ、これだ怖っ、デレデレデレ、うん、キャーキャーお化けだ、お化け、お化け、お化け、平和だな、だって平和だ、確かに平和、あと10分、あと10分だよ、戻ろうかしら、うん、じゃあね、みんな、さよなら、すごい歪んでるみたいお米みたいになってるお米です、どうもお米ですじゃあね、ホローはね、嫌い、ホローじゃない、間違えたホラーだった、ホラーはね、好きじゃない、バイバイ、バイバイ、またね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 、バイバーイ最後の最後まで決めてくれるぜ、バイバーイ、しりとりしたぜ、名前しりとりをしたぜ、しりとりはドロー、そうね、ドローだったね、ドローということでしりとりやったぜうん、長尺のしりとりだったな、はーちゃんホラーはね、あんまり好きじゃないよしりとり30分ぐらいやってためちゃめちゃやってた、めっちゃ間出た、間、間が多かったね、間、間とだとがが多かったな、ま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 るやまさんとか、ま、ま、まじまさん、ますじまさん、前に帰ってくる、島が多いんだね、島が、ますださん、やっぱ島とさ、だが多いんじゃない
松本さん、増田さん、松崎さん、あ、ザキね、松岡さん、あ、岡崎系ね元さん、川さん、岡さん、島さん、川さん、松井さん、なるほど、いろいろありますね。マイケルさん、松尾さん、松尾さんね、確かにだは難しい、だは難しいね。トゥトゥローン、うん、頑張ってください、頑張ります松倉さん、ダニエル、やば、外国の名前がダニエル、ダニーオーシャン、ダザイさん、ダンダさん、ダイアン、ダイさんっているの、ダイモン大輔、だ、あんがつだ、ついてる、うん、ついてた、私の宝塚のあのごひいきののぞみさん、のぞみさんのニックネームがダイモンさんなんですけど、ダイモンじゃダメだ。あ、もう時間、本当だ、いつの間にか、あともう6分になってる。では終わりにしようか、終わりにしましょう。大好き花ちゃんさん、大好き花ちゃんさん、あ、ダイモンジさん、サンブよろしくさん、よろしくさん、みんなよろしくさん、サンブもよろしくさん。じゃあ終わりにします。しりとりありがとう、みんな聞いてくれてありがとう。